はい、皆さん、こんにちは、チームハロンズ、黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から、はい、60分足、ボニンジャーバンド一目金、好評、トレンドなしのニュートラル状態、ストーキアスティックス、新たな買いシグナルが点灯ということで、はい、60分足ベース、底堅い動きと見ております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、まずは六十分足。ボリンジャーバンド。トレンドの方向性を示す赤い点線、二十一時間移動平均線。緩やかな下落傾向を示しておりますが、まあ、ほとんどトレンドがない状態。その中、ローソク足だと言いますと、マイナスツーシグマラインとマイナスシグマラインの間を推移しております。はい、教えた。ゲストキャスティックス。裏上すぎの判断基準であります20。二十パーラインで、新たな買いシグナルが点灯ということです。 はい、続きまして60分足の一目金衡表です。はい、ローソク足と雲の位置関係から考えますと。とまあ、トレンドが出てない状態ということです。はい、そんな中ローソク足と言いますと、転換線と雲の上下に挟まれております。まあ、ちょっとあのがっちり挟まれておりますので、なかなか動きづらい状況かなという感じがしております。はい、それでは本日。の ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートライン。はい、サポートライン直近安値レベル95円の5。6レベル95円の5。6レベルです。で続きましてレジスタンスラインなんですけどもはい、96円の50レベル96円の50レベルと考えております。 はい本日、ニューヨーク市場の予想レンジ、95円の56レベルから96円の5万レベルということです。i、はい、ポイント、新規買いシグナル点灯ということで、60分アシストキャスティックス、新たな買いシグナルが点灯しております、さらには,は、それよりも長い時間軸、冷やし8時間足、4時間足、こちら、強い上昇トレンドも出ておりますので、本日、 ニューヨーク市場ですね、オーストラリアドル円につきましては、まあ、底堅い動きと予想しております。本日は以上となります。